皆さんこんにちは。こんにちは。バットマンコラボ地獄級に参りましょう。はい、地獄級超強いらしいじゃないですか。攻撃力が半端ないですね。バランスパで挑みます。はい、いきます。いつものこのパーティーです。まあ私はこれしかないだろう。参ります。クラシカがいますね。挑戦。はい、1、2ときた。曲が違うんですね。かっけえ。これ多分ターン貯めないと全7ターンなんで、7フロアなんで。一発からってみるか。お、副属性だけで倒しようと。あ、そう。ここで貯めた方がいいかもしれない。毎ターンだな。毎ターンだな、これ。みんなに一回消したらもう。うん。緑多すぎじゃない？確かに結構我慢できない感じですね。ね、我慢できない数だよ、ね、結構難しい数ですね。かつ6000とか食らったよね。はいはいはい、毎ターン6600ですね。えぐいな。ランダムでドロップ5個を毒ドロップ変換でスキルになります。ハート、ギリギリ。おお、グラピカだけで倒しちゃうんだ。倒しちゃいましたね。木に対してあれなのに、木に対して水なのに。ねえ、兄さん、不気味な曲だな。この日は7110。水だけ倒しちゃおうか。水の人はこれ1260。やばい、この人1260。火だったら耐えられるんだよな。7110。ただ3ターンあるからな。まあ大事にはしたいですね。1ターンでも稼ぐか、うん、変に事故るよりは。こっちだけ倒すわ。こっちだけ倒せるものなら。いや、水で行こうか。火の人は2ターンで7100。水の人は3ターンで1万。木のドロップでワンコンボしただけで両方とも倒してしまったような雰囲気を感じる。そう、それはあります、ね、水と闇で、はいはい、おお、4コンボいったな。おお、これ1万2000くらいでしょ。いや、です、ね、倒さざるを得ない。水の人1万260です。そんなギリギリの勝負はあかんやろ。3ターン1番になる。あ、3ターンか。かといってこれ次のターン1回食らったところで盤面キーだらけや。そうなんですよね。溜めきれ、溜めていけない感じですよね、これ。しょうがないから行ってしまいます。行きます。はい、3バトル。あ、ちょっと待って。はい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 、もったいない。オッケーオッケー、回復した。木を全体攻撃で5個も消した。もったいない。さあ、バトル2っていうか、はい、バトル7か、短いな。これですよ、3バトルめちゃくちゃ強い人。おー、どっちがやばい？水の人と木の人。はい、水3ターン19080。ああ、木1ターン8730。ただ木の人は毒ドロップ変換とバインドのスキルを持ってます。じゃあ木は倒しに行くか。水の人は 99% のダメージのスキルもあります。なので水の人に食らったら 99% 消えます。木を倒してしまいます。先に、はい、おお、ボスバーで味覚が欲しい。
しいです。威嚇は欲しいね。いろいろと消します。はい。いや、倒さなくていい。火がない。よし。おお。木は1コンもあるんで、多分これで倒せる。はい。よし、行こう。行くぞ。はい。5コンボ。木がない。木がない。木不足。さあ、で、バトル4。ここ普通ですね。あ、でも111ですな。これはちょっとまずい。さっき副属性だけで倒しはしたものの、水と火と闇だけで。水と木と闇で倒せたよ。いきます。じゃあ、あ、木がなくてもさっき倒せたから水の全体攻撃でいきます。なるほど。ここからスタートで参るぞ。はい。これで多分これで倒せる。え、どんぐらい？どんぐらい？あ、怖い怖い。おお、さっき倒せた。素晴らしい。バトル1で倒せた。なるほど。1、2。あ、これなんかこれは片っぽだけ闇の2コンボかな。闇の2コンボかな。いき、闇の2コンボでいきます。はい、わかりました。完璧。この灰、ここからちょっとスキルを止めよう。うん。だから赤全消しとかしたいな。邪魔だな。赤全消しで、はい、いくぞ。あ、ハート消しちゃった。もったいな。お、え、副属性でこれ強いやつです。この人ちょっとデータチャンプしましょう。でもメロディウィンク1ターンまで来てるぞ。あ、すごいですね。結構なんだかんだ貯めてきた。この人、光の人、234万5200の HP があります。高っ。 HP 高いです。必死にやらないと。で、ただ、次の攻撃力が2倍になるっていうスキルがあるので、そのこの2ターンで無理でも次のタイミングで攻撃力2倍になるスキルが発動されて、その次に147170になって、これがあのスキル発動まで一旦削ってみてどれくらい削れるかみたいな感じでチェックするのかもしれない。そうしよう。ここから行く。はい。参ります。ああ、めっちゃ失敗した。これ強いな。200だろ。200万だろ。200万。230。使うしかない。参ります。変換確認する前に使う。スキル確認で、メロディーウィンク使います、うん、ここで？ここで？あ、そっか、死にはしないのか。死にはしないです。だから次スキル発動で攻撃力が2倍になったんでしょうか。 OK、はい、OK。 木を 1,2,3,1,2,3、 木を3分割使う。木を3分割かな。はい。ここから もうちょっと作りたいな。でも、まあ参ろう。はい。ここから行きます。1,2,3,4,5 コンボ。6、6。うん、これでどうだ。これでおー、2倍に上昇した。2倍上昇だ。で、あと2なんですね。あと2だな。ただ全然与えてねえな。全然与えてねえな。
で、この後なんだ、99% 攻撃できるんだ。いや、この後は来ません。この後もう147,174が来ますね。この人から食らったらもう OK。 バランスエンハンス取っときたいな。てかこのダンジョンってごめん今気づいたんだけど、はい、火のドロップ出ないの？え、そんなことないですよね、さっき出てましたよ。あ、本当に？はい、勘違いか、はい、使うしかない、使います。攻撃対象で木あとどう木が1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12個12個あるから木を4分割できるのか。え、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 足りない、4分割はできない。3分割か、まあ、しゃあないな。ここからスタートかな。3分割、はい、いきます。おお、1,2,3,4,5,6,7 7。どうか、これで、ね、厳しい、めっちゃ厳しい。メロディーウィンクとエンシェント使うしかない。しょうがない、使います、はい、ドロップ変化器発動で、はい、メロディーウィンク、やむを得ない。メロディーウィンク発動。あー、ボス丸ごと来たかったけど、これはさすがに1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個。またもや、またもや11個。優しいのか優しくないのか。ドヨーンとしたこの BGM もまたヤバさを醸し出してるよな。ここの光からスタートかな。立ち悪いなこれ。ここの光からスタートでいきます。参る、はい、木を3コンボいきます。待ちます。1,2,3,4,5,6,7 7。強いですね、めちゃくちゃ強。闇2コンボ、うん、闇2コンボが必要だな、うん、OKOK、闇2コンボ、木2コンボ、はい、で、バランスエンハは、あ、取ってる、ここの闇からスタートしよう。闇2コンボ、水も作りたいけどな、ただ闇2コンボの方がいいだろうな、相手が光だから、うん、なんというどんよりとした音楽。ここからいきます、はい、クソ厳しい、めちゃくちゃ強い、いくぞ、はい、倒すぞ、い
行きましょう。もうここは参ります。突破するしかないです。行きます。はい、1,2,3,4,5,6,7 倒しただろ、倒しただろ。これ通過通過、よし。これでまず、はい、お邪魔どこ行ったんで死ぬことはないよな。まず私には何ターンの猶予があるんだ。ちょっと待ってください。待つ。これはですね、しびれるな。恐ろしいです。なんだ、ヒリングジョーク連続ダメージ2万1000。アシッドクロスタム、ランダムドロップ6本、毒ドロップ1本、ラッキングガス、ランダムドロップ1本、ジャムドロップ1本、ガチ単発ダメージ1万5000円。これですね、実は、法則性があるらしくて、まずキリングジョークが来て、キリングジョークってもう2万超えのやつなんです。で次アシッドブロッサム、毒ドロップ、キリングジョーク、ラッフィングガスをお邪魔して、それをひたすら繰り返す。で10回繰り返したら11万7千のダメージが来るので、次もう詰むの、次21,060。なるほど、なるほど。この盤面で、この盤面はこの盤面はもうもういけない。これキリングジョークですよ。HP は HP は150万。はい、あと1ターンあれば。あとハートが今ないのか。はい、ハートが変換されちゃいました。ラピュタが溜まってれば、まあ地獄級だしな。はい、超級まだクリアしてないけど、結果としてはあの魔法石もらえるから、はい、勝利報酬として、はい、一根を許容するかで、バランスエンドで叩き込むか。なるほど、という選択も私は取れると。ここからいいんですか。本当にもったいなくないですか。2万、でも次キリングジョーク21,600なんで、ここでどこまで、これでいくらバランスエンハ使っても抜けないのであれば、ただその次毒でしょ。はい、次毒ドロップ可能性はあるぞ。一回だけかけよう、バランスエンハを取っていく。はい、ここの光からいきます。いきます。はい、死のう。あ、参る。変なん来い。まあ変なんは来なかった。なるほど、なるほど。これそうか、クラッタ食べないんだったら生きドナの方がいいんだ。まあ生きドナ、そうですね、そういうことか。生きドナの方がいいのか。生きドナでしたね。生きドナもありましたね。ただ、はい、なるほどな。今思わず私は魔法石を使うと言ったけれども、はい、そうです、そうです。魔法石を使うと、うん、スタミナが私今マックス100なん、100超えてるんで、はい、勇気ある撤退。そうですね、勇気ある撤退。はい、